はい、皆さんこんばんは、教授です。今日はですね、まあ、1ヶ月ぶりになります。動画レポートです。久々なので、まあ、ちょっとカミカミなところもあるんですけども、ご了承ください。今ですね、2階の自室の、バイオ E14P から、摩擦、させていただいてるんですけども、ちょっとまあ、以前からですね、どうしてもこの上にちょっとカーテンとかあって、動画撮った後でも暗いという、感じがあったので、ちょっと開けてみました。まだまだちょっと明るくないところもあるんで、今後ちょっと手入れていきたいなと思うんですけども、少しは明るくなったと思うので、見やすくなったかと思います。で、久しぶりの動画投稿ですね、について、まあ、ちょうどまあ、期末考査も挟みまして、で、その後に、まあ、言えばですね、県の野球応援なり、まあ、いろいろちょっとあったわけで、で、まあ、忙しかったっていうのが一つ。で、まあ、あともう一つは、ちょっと自分の心の心境の中にですね、まあ、ちょっとまあ、部活動のこととかいろんなあるんですけども、まあ、そういう面もあって、動画投稿を撮って暇がなくですね、まあ、その二つの理由があって、まあ、一ヶ月空いていました。自分でもですね、1ヶ月動画レポートをその動画関係でもそのアップロードしないというのが、まあ、考えられないので、まあ、本当にこの1ヶ月はなんかあっという間に過ぎたもんだなと思います。で、まあ、その7月に入ってですね、まあ、日中も30度超えたり35度超えたり、まあ、中には39度とか、最高気温を記録したとかいうニュースを見ますが、熱中症の方はどうでしょうか。自分はですね、ここ最近、まあ、暑くなってからなんですけども、自転車の方再び走り出しております。まあ、この前はですね、つい先週の日曜日には、まあ、サイクリングクラブの皆さんと一緒にですね、ハイランドパーク、いわゆる大阪から言えば、泉佐野とか、泉市ですね、泉佐野あたりから、まあ、登ってきて、山を越えたら、和歌山に。和歌山でも、まあ、その地元の紀の川市っていうところがあるんですけども、まあ、来やすいコースですね。まあ、家から、まあ、その展望台っていうのは欲しいんですけど、山のてっぺんにある展望台が見えるわけなんですけども、まあ、前回行ったのがですね、小学校6年生卒業してもう間もない時に、当時はジャイアントハードライン7700の、しかもゴツゴツタイヤで、スリックタイヤじゃなくてですね、で、2時間ぐらいかな。2時間40分か2時間ぐらいかけて友達と登った記憶があります。で、久しぶりに登って、まあ5年ぶり。で、ハードラインから乗り換えで TCR2 ということでですね、TCR 組んで登ったんですけども、残念なことに、まあ、その、高校受験する間のその1年間、まあ、いわば半年ですね。半年と、まあ、高校1年生になってからクラブ等もあったので、まあ、その、約1年半ですか。1年半の間に、自転車が乗る機会があったとしても、やっぱり過去のように毎日トレーニングしたりとか、そういうのがなかったので、やっぱり、その、まあ、まずは体型がだらしなくなった。まあ、4、5キロ、太るだけでも本当に、体の負担というのは大きいですから、で、それとあとはですね、まあ、腹筋のちょっと弱ってきたところ。今まで腹筋き、毎日寝る前に鍛えたりとかちょっとしてたんですけども、腹筋が弱ってきて脂肪がついた。で、その腹筋が弱ったと同時に背筋も弱ってるということで、まあ、僕ちょっとまあ、ある一件から、まあ、その腰痛肩こりを持ってるんですけども、まあ、月1回には病院行くことにしてるんですけども、まあ、部活でも肩腰を、酷使して、で、なおかつその病院行かないままで、まあ、自転車乗ったわけですね。で、平地で走るならば問題ないんですけども、やはりその、ヒルクライムになるとですね、腰のそのところに力が入るので、まあ、その、腰が突っ張るというか、本当に足は回るのに腰が突っ張って先に進めないということで、本当にストレッチしながらですね、途中で押すということはないんですけども、やっぱり止まってそこから自転車支えにしてストレッチしたりした、したりしたりですね、まあ、そうですね。1時間20分か30分ぐらいかけて登りました。本来であれば1時間ぐらい切りたいなという、まあ10キロほどの坂なので、でも坂というとまあぐねぐねぐねね、みかん畑みたいなところも通っていくので、
まあ、そのアップダウンがきついところなんですけども、まあ本当にロードバイクであれば1時間ぐらい切れるだろうなと思ってたんですが、まあ、切れずにですね、まあちょっと残念なところがありました。まあ、今後それを鍛えていけば、まあ、なんとかなると思っているので、まあ、頑張っていきたいと思います。で、まあ、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、まあ、今日はですね、というか、まあ、今ちょっと話しているんですけど、このドアとここのクローゼットですね、あの、顔の色とよく似てるなって思うところなんですけども、話が逸れてしまいました。もう、まあ、夏真っ盛りということで、まあ、自転車日和っていうところもあるんですけども、まあ、ウェアですね、小、中1とか小学校6年生ぐらいにウェア買ったんですけども、当時はですね、165とか168センチだったんですが、今は175センチになって、で、まあ、ちょっと、あの、身長的に短くなったというか、レーサーパンツの方はそんなに伸び縮みするんであれなんですけども、やはり上のサイクルジャージの方がですね、短くなったり、やっぱりその、まあなんて言うんでしょう、体型の部分もちょっとある種言えるとこあると思うんですけども、まあその短くなってきたんですね。で、まあ L だ、多分この、これはですね、今ここにあるのが、自転車の、サイクリングクラブのクラブ T シャツ、クラブのウェアですね、なんですけども、これも、短くなっております。おそらくこれは何サイズだろう、多分 L だと思うんですね。で、この L サイズを、まあ、近々ですね、その自転車屋さん、いつも行きつけの自転車屋さんに行ってですね、XL サイズを注文しようかなと思っている次第です。で、まあ、確かに僕も何着かそのウェアがあってですね、夏で言えばこのジャイアントの、これはレーサーパンツなんで、これは履けるんですけども、これは、L ですね。L なんですが、伸び縮みするんで問題なしです。で、まあ、こちらも青のジャイアントのやつなんですけども、これも L なんで、まあ、問題はないんですけども、やはりその、まあ、ちょっと、この下がですね、短いので、まあ、もう、XL 買わないといけないかな、と思ってきました。まあ、冬物については、ちょっと、ここ、これは何サイズだっけ ?L か。L サイズですね。これは、伸び縮みするんで、問題なしです。そうですね、まあ、アップル一着、あの、上下セットというものがあるんですけども、これについては L、XL か、L なんで、まあ、伸び縮みするんで、あれなんですけども、やはり、まあ、もう L、XL と、まあ、バラバラなんですけども、やっぱり L が多いんですね。で、まあ、もうだんだん身長も伸びてきて、長年着てて、まあ、そのウェア自体にもへたってきたというのがあってですね。まあ結局今後買うんであれば XL がまあ一番自分に適しているなと、身長とまあそのいろんな面からですね。で、まあ自転車屋さんに注文しないといけないので、それはまた後日ということなんですけども、第一弾としてですね、ちょっとある方法から入手いたしました。さらなんですけども、このレターパックプラスですね、はい、レターパックプラスで、まあ、500円の送料内で届くやつでですね、注文しました。まあ、チームウェアじゃないので、まあ、ほんまに、あくまでも、個人の、あれなんですけども、ちょっと待ってくださいね、開けます。ジャイアントの、あれ買いました。ウェアを買いました。先に開けとけばよかったですね。はい、切れました。おお、危な。一発か。すいません。
右です。はい、横から開ければよかったですね。縦に開けたらなんとかギリギリ、袋ちょっと穴が開いたぐらいですかね。上や下には問題ないんですけども、これを注文しました、ジャイアントのやつですね。XL サイズです。で、今ちょうど袋上がってきたばかりなので、本来であればですね、サイクルジャージというものは、基本、変な話ですいませんが、ノーパンなんですね。ノーパンのままで履かないといけない理由は、パンツ履いたまま、この下のレーサーパンツ履くと、どうしても股ずれが起こってしまうので、もうなしで履くのが基本です。この下にパッドが入っているので、何のためのパッドかっていうのは、その股ずれ防止するためとかのパッドです。で、まあ、ちょっと撮影なので、そんなことはできないので、とりあえずですね、ちょっと僕が見えないところで、パンツは脱がないです。大丈夫です。履いてどんな感じなのか、ちょっと見ていただけたらなと思います。で、これですね、XL サイズですね。ちょっと待ってくださいね。タグ商品のこのやつ切っとかないと、あれですよね。切るときにくい。ですよね。ちょっと待ってください。クーラー入れたばかりなんですけど、やっぱり暑いですね。日中ここ2階なので本当に暑いです。上下ともとも XL です。 XL はですね、175から180センチの人が着れる設計になっているので、多分ゆったりサイズだと思います。ではちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。本当に、すいません、ごたごたで。生産はどこや。どうチャイナかな。書いてませんね。どこで生産したのか書いてないですね。1個僕持ってるやつでは、あ、すいません、持ってるやつではイタリア製のやつがあるんですけども、どちらも多分このイタリア製は1着だけで、あとはみんなメイドインチャイナだと思います。ちょっと待ってくださいね。本当にやっぱり皿なんで、その癖がついたいんですよね、このチャックとかでも。よいしょ。だんだん着てたら当時も馴染むんですけども、はい、できました。こんな感じです。ちょっとまあこのだらしお腹が本当にちょっとだけ出てるのが、どうも中年腹って言われるんですけども、これでよくゆったりですね。ここもゆったり、ここもゆったり、ここもゆったり。このここって言ってもこのお腹じゃないんですよ。このここですね。この丈ですかね。で、足で言えば、ちょっと近くで行けば、ちょっと足太いですけども、こんな感じですね。まあ、今ちょっとパンツ履いてるんで、さらになんかゴワゴワしてる感じがあるんですけども、まあちょっと一旦戻ります。まあ、感想としてはですね、やはり XL はその伸び縮みするんで、本当に着やすいです。
で、まあ、その、今この着てる状態で、まあ、走ったら、まあ、一番よくわかるんですけども、やはりこことかですね、あの、余裕があるということは、その通気性もよくですね、まあ、その走っていて気持ち悪くないので、まあ、今後は走りやすい環境にはなると思います。ただ、その、まあ、やっぱり成長期からもう、大体もう成長が止まったっていう時期で、まあ、買ってるんですけども、今まで着てたウェアが、まあ、着れなくなったということがちょっと残念なところもあります。まあ、そうですね、今回ちょっと、この商品の特徴を、まあ、特徴というと、まあ、ほとんど変わりないんですよ。3つ後ろポケットもついてますし、前はチャック全部ついてるんで、あれなんですけども、まあ、特徴としてはですね、本当に自転車やってる人だったらわかるんですけども、パッドがあってて、で、長距離走っても痛くない。で、伸び縮みする。で、動きやすい。吸収性がある。吸水性がある。吸水、そうですね、吸水性ですかね。があるとかであって、すごい便利なんですけども、まあ、この姿を見てですね、まあ、これから自転車始めようという方とかの、まあ、参考になればと思います。まあ、本当に、今、男子、女子関係なくですね、男性、女性関係なく、こういうようなジャージ着てですね、サイクリングを楽しんでいるサイクリストの人が増えてきていますので、まあ、ちょっとでも、まあ、何かしてみたいなっていうのであれば、ネットとかでもですね、サイズを調べればいっぱい出てきますので、自分も似合った、まあ、サイズもですね、まあ、大体サイズは本当に日本人のその身長とサイズに合わせたやつが出ているので、それに合ったやつを選んで、で、まあ、気持ちよく走るのが一番だと思います。それではですね、簡単なんですが、新しいウェアについて、紹介させていただきました。それでは、失礼いたします。